おはようございます。ウェザーニュースキャスターの角田直子です。今日の全国の天気をお伝えします。引き続き九州では豪雨に警戒をしてください。それではアイコンで全国のお天気を見ていきましょう。今日の全国のお天気です。今日は九州や中国エリアの西部、そして四国で引き続き雨の降りやすいお天気となります。特に九州では北部を中心に豪雨や雷雨が続く恐れがあります。この後も河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒をし、安全を最優先に行動するようにしてください。そして中国エリアの東部から東では日差しが届き、穏やかなお天気のところが多くなります。ただ北陸から東北の日本海側や関東では朝のうち雲が広がり、雨の降っているところがありますね。この後はだんだんと日差しが届く予想です。ただ関東は午後にわか雨や雷雨の恐れがありますので、お出かけの際は雨が降っていなくても折りたたみ傘をお持ちください。また今日は東日本、北日本の広いエリアで暑さに注意が必要になります。熱中症対策や紫外線対策を忘れずに行うようにしてください。以上、全国の天気をお伝えしました。この後もお気をつけてお過ごしください。